とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も張り切ってタワー登っていきたいと思います。まあ、いつも通り5周だね。5周やっていきましょう。もう毎日、15周は確実にやってると思います。20周はさすがにしないけどね。15、6周ぐらいはやってるんじゃないでしょうか。でも、出るのは、そうね、運が良くて1個ぐらいだもんね。やっぱりね、いいやつを厳選しようとするならば、だいぶ回らないといかんね。だいぶ。でも15回とか20回に1回ぐらいしか、目的のやつが出ないからね、なかなか難しいです。さあ、今日も5周頑張っていきます。1周目まずは、何でしょうか。おー、星なき夜が来たぞ。でももうすでにね、1個、結構いいやつ持ってるんで、それを超えるやつになるか。まずハイランド、クールダウンついてませんね。ダメです。ホークから見よう、ホークから。あー、ホークブランドに、旋風はそんなに向いてないんだよね。まあ、輝き、衝撃波、雷。まあ、使えなくはないっていうところかな。星なき夜はどうだ？旋風か。このね、遅いやつに旋風は全く向いてないんだよな。で、リフレッシュ、クリティカル、爆発あたりか。いや、これはよろしくない。よろしくないな。もうアイテムも結構いっぱいいっぱいなんで、星なき夜にして売りましょうか。そうしよう。では、2周目行くぞ。2周目到着。今朝なんですよ。今朝。で、もう、今日の初めにやってるので、全然まだまだ元気です。これがね、夕方ぐらいになってると、ちょっと元気がなくなってくるんだよね。夕方ぐらいになるとね、ちょっと疲れが見えてくるんだ。でも朝だから、まだまだ元気満々です。行くぞ！あ、でもこういう元気がある時ってね、あんま出ないんだよね。これはね、俺の経験上、わかってる。元気あり余ってる時は、基本的に出が悪いのよ。もうぐったりしてて、ああ、もうきついなーっていう時に、ポロッと出るもんなんだよね。朝はあんまり期待できねえな。まあ、とりあえず見てみましょう。ラギッドがよく出る。本当に。タワー、ラギッド、よく出ない。俺、これ、ほんとよく見るんだよね。一日一回も出ないやつとかあるよ。でも、ラギッドは、一日一、二回は出るもんね。なんだろうね。まあ、いいや。古代、ダメ。ラギッド。エンチャ的には悪くない。稲妻火炎フォーカス入って防護があるんで、使ってはいけるね。けど、いらない。どうしよう。古代の弓にして、これは、あれだもんね。お供え物に最適なんだよな。これは、かなりいいんだよね。海底系の古代人が出やすいんで。古代だな。お供え物にします。3周目行きまーす。3周目、到着でーす。行きましょう。おいしょ、OK。危ねえ。若干横とか向いてると、変なとこに地雷が行くんだよね。微調整が、若干難しい。いや、難しくはないんだけど。まあ、なんとかなります。3周目は、何が来るかなぁ。なんだ？あ、やっぱ朝調子悪いな。朝調子悪い。なんかね、まあ俺が欲しいやつ以外にも、もしかしたら使えるやつがね、まだ隠れてるとは思うんだよね。まだ絶対ね、あるはず。使える装備って。
ただ俺たちが気づいてないだけっていうのがあるからね。失われた魂、ああ。確かにね、サブリューイングとか高火力のやつにダイナモつけてオーバーチャージするととんでもないダメージ出そうだよな。まあボスワンパンぐらいはそれでいけそうな気がするね。でもまあこれじゃないな。魂のハンターとかすーん強くはないんだよな。この 3連射のやつって俺あんまそんな好きじゃないんだよね。実際多分そんな強くはないとは思うんだけども、まあまあハンタークロスだね。これを打って金塊にします。4周目行こう。4周目到着。まだ全然元気だよ。よし、4周目行ったとしてもまだ1時間ちょっとだもんね。前のはねもう4周行くと2時間近くかかってたんで、だいぶそこはね、疲れが軽減されてるところではないでしょうか。やっぱり21回っていうのは素晴らしい。次ね、シーズン5は何回までなるだろう。まあ、2週間の猶予があったんで、多分今回も短めになるんじゃないかな。30回さすがに長いもんね。4週目。なんだひどい。まあまあ、一番右はあれか。ベールか。まあ、ここら辺はひどいもんだ。ひどい。あ、違う。影のクロスボウだった。全部ノーマルだ。ひど。もうこれもう間違いないね。もうこれを売ります。4周目ひどかったな。ラスト行きましょう。ラスト5周目来ましたね。さあ今日の朝の一発目5周、どうだ。しゃあどうでしょうね。いけるかな。頼む、最後の最後いいやつ来て。止まった。止まった時ってね、結構いいのが来る時が多かったんだけどね、今回ダメだった。黄金ピグリンいらねえな。まあまずクールダウンついてないもんね。でもこれはね、アーティファクトのダメージがアップするやつついてるんで、カバンとの相性は悪くないんだよね。でもクールダウンついてないからいらないな。蝶は連鎖反応にで浮遊射撃に貫通か。いやーいらないな、これちょっと難しいね。蝶のクロスボウはね、弾数多いんだけど威力がね点でないのよ。256で27万でしょ。少ない少ない。まあ、次達人微妙だね。いやこれ微妙だわ。全部今日のクロス売ります。もうこれで決定。はい、ということで今日もタワー5周行ってみました。ね、俺の体感なんだけども、朝はあんまり出ない気がする。朝の集会はね、なんかいまいちの気がするんだよね。で、なんだろうね、これはもう気持ち的な問題と思うんだけども、疲れてる時の方が出る気がする。もう元気いっぱいでね、もうシャシャやってこう回った時なんて出ないもんね。なんで、多分出やすいのは夕方から夜にかけてじゃないっすか？わかんないけども。まあ、とりあえずね、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。